けが寂しいわけじゃない。2003年の暮れ、大野さんの歌にある学校の先生が心打たれます。そう、もう学校に呼ぶしかないと思ったんです。もうとにかく子供に聞かせたいと思ったんです、歌を。でお願いしたんです、学校に来てもらえませんかって。はじめ僕学校で歌うから文化祭とか学園祭ってイメージがあったんですよ。そういう楽しいもんだなと思ったんですけど、行ったらですね、道徳の時間だったんですよ。これ本当にびっくりしたんですけど、で戸惑いもあったし、やってもいいんだろうかっていうのはこんなただのストリートミュージシャンがって思ったんですけど、今日は、呼んでいただきありがとうございます。ヤックンです。これが大野さんの記念すべき初めての学校ライブの映像です。なんと道徳の授業に呼ばれて歌ったんです。すべてはここから始まりました。で、すごく仲の良かった先輩がいて、で彼がね、白血病でね、高校2年生で死んじゃったんだよ。悲しくてね、すごい本当に初めてね、亡くなった人のね、体をね、初めて見たんだよ、その時高校1年生の時。なんかすごいショックでね、悲しくてね、すごい本当に。私たちが何十回何百回命は大切なんだっていうことを伝えても、こうなかなか子どもたちの心に響いたかどうかがこう分からない、そんな中で大野さんの歌を聞いて子どもが涙を流すということは、何かこう子どもの中で感じるものがあるんじゃないかなと思います。一方、大野さんもこの最初の学校ライブで大きな発見と確かな手応えを掴んでいました。ものすごく緊張もしましたし、どうやったらいいのか、もう結構はちゃめちゃだったと思うんですよ。うまくできなかったんですけど、その生徒さんたちがこう真剣なもうあの眼差しとかで歌を聴いて涙を流してる子がいたりとか、こんな反応があるんだってのすごく僕は感動したんですよね。その後、大野さんに全国の学校からライブの依頼が舞い込むようになりました。いつしか大野さんは歌う道徳講師と呼ばれるようになったのです。大野さんのもとにはたくさんの感想文が寄せられます。そこには子どもたちの素直な感情が綴られていました。これは中学2年生の男の子が書いたものです。歌を聴いてとても感動した。もう少しで泣けそうだった。命の大切さがよくわかる歌だった。川上和樹くん、学校で大野さんのライブを聞きました。実は和樹くんのお母さんも乳がんで片方の乳房を摘出する手術を受けていたのです。そんな母への思いも感想文には綴られていました。今はお母さんに反抗してばかりいるけど、大野さんの歌、話を聞いてもっと言うことを聞くようにしようと思いました。大野さんの歌と出会って和樹くんに大きな変化があったとお母さんは言います。あんたまだ可愛いよ。じゃあお米買ってきてとかつって、もうなんか、へえお米とかって言いながら、でもね、お母さん思いの持てないからとか言ったら、まあね、そしたら持ってなんか一生懸命持って帰ってきたりとかね、気を使ってくれてるみたいで、茶碗洗ったりとかね、あと洗濯物をこう入れてくれたりとか。
大野さんには大切にしている特別な場所があるといいます。そこで何かが変わったりとか、そこによって自分が人生が大きく変わった場所とか、その場所があったから今の自分がいるんだって思える。その一つが一人のファンの家。5年前小脳がんに侵された少女を見舞うため何度も通いました。益子絵里さんは当時18歳、余命半年を宣告されていました。大野さんのライブを見てファンになってくれた絵里さんのために、月に 1,2 回絵里さんの元を訪ね、共に歌い夢を語り合いました。その交流は絵里さんが亡くなるまで1年間続いたのです。いや、自分の辛さを忘れてね、その時間に浸ってくれてる絵里を見てるとね、やっぱ、親としては嬉しいですし、大野君と出会えてね、すごく良かったんじゃないかなと思いますね。絵里さんは大野さんと撮った写真に星を入れて飾っていました。大野さんがビッグスターになれるようにと願いを込めて、亡くなるまで彼女は大野さんの歌を口ずさんでいたそうです。自分が生きていること、こうして健康でいられること、それからずっとここまで好きなことをやれて、歌を歌い続けられて、やっぱ自分にしかできない音楽を作って、それを支持してくれる人がどんどん増えればいいなって思うようになって、それをエリちゃんには気づかされた気がしてて、彼女の夢の分まで僕も頑張りたいと思いますけどね。